と可愛くなりたいポンコツ5歳児みんなと一緒じゃん、言ってること。あ、これが DM? しげおじさんの。一人で焼肉は、やー、きにくい。親近感湧く、やー、きにくいあたりに。じゃあ、あずさちゃんには特別に、おじさんの、見せてあげよう。おじさん、ちゃんとしてくれよ。YouTube で配信してるんだ、私は。イメージがさ、なにこれ、舞茸かな?これは舞茸かな?嘘でしょ?こいつ自分の舞茸の写真送ってきやがった!ブロックしよう、ブロック。しげおじさん、ダメだって、それは!ん?お、別の、おじさん四天王を連れてきた。舞茸が豊作だよ。いや、よくないよ、こういうのは、本当に。ちなみにおじさんは、コスプレっ子が大好きで、特に不景さんが大好物なんだよな。チラ、チラ。いや、いいですよって、甘い顔するとな、すぐ舞茸送りつけてくるからな。でも無理キモいにしとくか。めっちゃ長い。この〇〇市の〇〇側近くってもう、怖いよね。特定されてる。いや、みんなも気をつけてね。一般の人も特定とかされるらしいから気をつけてね。いいですよにしてみよっか。いいですよ。大盤振る舞い。これで私たちも見られるってこと?あずさちゃんの、え?な写メが。うわーお!これ大サービスじゃん。えんか、こんな。うひょー、これはたまらん。激マブ美少女の、エチエチミニスカポリス。太ももがとってもセクシーで、すんばらしい。早速、ありがたく、使わせていただきます。使うって、何に?あれ、なんか急に返信来なくなったな。一体何をしているんだろう。なんでカタカナに変わった。空白の10分間で、一体何があったんだ。一体何があったんだ。フォロワー5万人超えの大人気インフルエンサー、あずさ誠一郎、39歳。それが私だ。ポンコツご、やっぱポンコツご歳児ってみんな嘘なんだ。みんなこういうこと言う人嘘なんだ。こちらは今井さんからいただきました。ありがとう。もしかしたら自分も Y さんに騙されてるのではと思ってしまいました。次回も楽しみにしてますね、ということで。みんな疑いすぎじゃない、私のこと。私は結構姿見せてるから大丈夫だよ。疑わないで、女性は間違いない。そんなに遅くないけど、おやすみなさい、ポテサラバー。今日もおじさんと遊ぼう。